アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。とある人がこんなことを言いました。これまでは確かにアジをガンガン上げて強力な実弾火器を連射するのが最強のスタイルでした。でも MMO というのは、刻々とバランスが変わっていくものなんですよ。特にレベル型は原則的にステータスの振り替えができないんだから、常に先を予測しながらポイントを振らなきゃ、そのレベルゾーンで最強のスタイルが次でも最強とは限らない。今後出現する火器は装備要求ストレングスも命中精度もどんどん上がっていきますよ。はい、こんな名言があります。ガンダムオンラインでもね、全く同じことが、言えるでしょう。はい、それがね、今回、行われた整備計画統合整備計画です。はい、そうね、常にこのガンダムオンラインっていうのは動いていますね。今までね、強かったやつが突然弱くなることもある。常に先を予測した常に先を予測して、モビルスーツを選ぶ、そこが大切なのではないでしょうか。ってなわけで、今回使用する、モビルスーツは、今回はその統合整備計画に、にて、非常に強力となったショットガンを主体、ビームスプレーガンを主体にした、デッキを組んでみました。はい、まあ、前回も言った通り100式は、もちろんのこと、このジーラインライトアーマー、こちらもですね、非常に強力なモビルスーツへと化けましたね。アジ曲振りですわ。これアジ曲振りですわ。まあこれはまあスプレーガン打って、あのこかしてミサイル撃っちゃうよみたいなことですね。はい、まあ、今まではこの普通にあの武器に関しましては、 G ラインライトアーマーはこのヘビーライフルが非常に優秀だったんですが、もちろんこちらもまだまだ優秀ですが、やはりね、今回の統合整備計画により、スプレーガンが非常に強力となっておりますので、今回はこちらを使用したいと思います。で、さらに、まあ、皆さん忘れがちのこのガンダム、このガンダムを皆さんお忘れがちではないでしょうか。多分こいつが一番恩恵を受けているのではないでしょうか。まずストレングス強化型アジ曲振りですわ。これなんと、このハイパーバズーカ、拡散式ハイパーバズーカ、がまあもちろん強くなったっていうのと、何を隠そう、これ持ち替え時間が一切発生しません、ここに関しましては。そしてさらに、ここ東部バルカンをすぐに持ち帰ることによって盾を瞬時に構えることが可能となっておりますね。ここでこう持ち替え、もうほぼ持ち替えほぼなしですね。これほぼなし、持ち替えといえば、そうだな、持ち替えといえば、例えて言うなら、ガンダムオンラインは本当持ち替えっていうのはあのめちゃくちゃ重要なポジションで、あの例えて言うなら、学校です。国語の授業で学校で読んでる。たら、本を読んでて、
で、こう次のページをめくるとき、ここで持ち替え時間が発生いたします。ここでしかし持ち替え時間が発生しないっていうことは、国語の授業で本を読ん次のページ、Kindle ですね。Kindle ですわ。Kindle ですわ。これは Kindle。本か Kindle かってことですわ。おう。はい。でね、あともちろんこのショットガンでおなじみの強化型ダブルゼータガンダムを、使って本日は参戦してみたいと思います。では参戦します。はい、本日のフィールドはタクマラカン遺跡です。今回もね、ちょっと、統合整備計画デッキということで、コスト帯が非常に重たくなっています。ちょっともしかしたら CT になるかもしれんけども、僕の腕なら大丈夫ですね、この戦場。この、メンツ見る限りじゃ、CT になることは多分ありませんね。前回も、CT にならなかったんで、コーコス4機でも。はい。あとですね、今回は、4機中2機に格闘を持たせております。ここ2つね。もう完全にここはもう、ギュネイよね。ギュネイ。ギュネイ切るようですね、完全に。もう、あいつにはもう負けたくないんで。ギュネイにはあんな卑怯やわ。落ち着いていきましょう。まずは初動は BY で突に行くみたいです。この突絶対に成功させよう。俺に続け、お前たち。僕が盾となり矛となり、エテポンゲリハプティズム行きます。連邦のリーダー、エフレンのリーダーとして俺が先陣を切る。ついてこい、ひるむな。敵がいてもひるむな。ブーストをギリギリまでひるむ。よし、俺に続け。で、いい高さまで降りて、ここでポンって一発撃っとくことによって、よしいいんです、これでいいんです。ゲロブ1本分約1万8000のダメージを与え、防衛。カウンターだ、いくつ止めるだ。いや、これだいぶ殴り勝ったな、これ完全に殴り勝った。なめるなよ、ショットガンはな、強化されたんや。リロード焦ってた。初歩的なミス。上は A。俺たちはいける。ああ、お前たちに負けることなどありえん。クソ陰キャ野郎が。上は大丈夫ですね。上は大丈夫。さあ、皆さん忘れがちのね、この忘れがちのこの、ガンダムマーク2、ガンダムマーク2の、ティタンズ仕様、マーク2ティタンズ仕様、こいつの恐ろしさをとくとご覧あれ。一人抜けてねえか、それ。はい、強い。上は、
とりあえずあのなんとかあの数でカバー、上は数でカバーしてる、こっちは少数で、あの対象物は全て破壊する。背中から来た。今しばらく続きそうです。よし、避けた。あの僕がロックオンすることによって、あのダウンしろ。うぃー、強っ。うぅー、大丈夫、落ち着け。この防御力ですよ、このティタンズカラーは。あのノーマルカラーと違って、あの防御力に優れています。増援願います。ちょっと修理してくれんか、ボリノク様いない。修理します。停止してください。ありがとうございます。上は押し返してる。指示通りだ、完全に指示通りだ。回収しなきゃ意味ないわ。マジこいつ、うわあっ、あなんかいい、な、出撃する機体を選んでください。出撃するチームを選んでください。なんかすぐこかされた気はするわ、今の。おかしくない、おい、頼るしかないのか。核来てるよ、核が。これ以上進みさせない。対象物全て破壊する。あー、来てる。ちょっとこれ100式やられたら六角しかいなくなるから、六角機しかいない。いやけど本当100式で金図持ってたんだけどな、俺。僕100式金図持ってたんですけど。あ、やばい。うわ。何？敵の動きは。ギュネイいないんだけど、ギュネイ用に格闘持ってきたんやけど、ギュネイじゃなくてもええわ、お前でええわ。爆風で前が見えない。あー、この野郎、あら、マジキック食らわしてやった、マジキック。これちょっと やられるわけにはいかないか。あー、ここ危ねちょっとそろそろ上も様子見に行ってやった方がいいかもしれないな。上のエテポンゲ不足で A までのその A に核決められかねないわ、エテポンゲ不足により。なんだったら俺が核決めてやってもいいけどな。ありがとう好き。拠点はいただいたよ、サンキューな。リロール、あー、踏まれたか。任せろ。これ以上好きにさせない。わあ、気をつけろよ。ちょっとダメだ、こっから出たらあの死ぬ運命が今見えた。俺の見聞色で今死ぬ運命が見えたわ、完全に。危ねえ、見えた、耐えた、よかった。てか百式マジクソ強え。ダサーガー見聞色、地雷めっちゃ。あ、下大丈夫。よし、とりあえず先に上踏もう、先に上の数字拠点を踏む。てかあの本当あの爆撃系がなんか少なくなった気がします。爆撃、うわー、ラッキー。あの爆撃系が
見てこの綺麗な空、もう全然降ってこやしないわ。ほらもうここにいたらもうディリリリリリリディリリリリリリリってずっと言ってたのに、もう榴弾すら一つも降ってこやしないわ。そこ、ジャックを、ありがとう。あ、え、いるくない？違った。やめてよ！あ、頼む、頼む、頼む、CT、CT！30秒はあの CT じゃないですね、うん、あの戦況を把握するいい時間が取れました。逆にこの角をちゃんと目で見れるということ、普段は知らぬ間にか、いつも知らぬ間に自拠点は消え、敵拠点も消え、これは決まるっしょ。気持ちが足りねえんだよ、気持ちがよ。もういいわ、俺が運ぶわ。もうちょさ、もう書くわ、ちょ俺に任せろや。もう一番大事なとこ忘れてるわ、忘れがちだわお前たちは。気持ちが足りねえ、書くに対する、それ脅しの道具じゃねえぞ書くっていうのは。カウンター来るよ、ちょっとこれ、あ、ラッキー、ちょっと距離じゃないな、けどあんま前出るとな、蜂の巣にされ、あ、ジオが言ってる、続くわ、あ、ちょっとガードして、ガーッ、マジ許さん。わあ、ちょっと核運ぶモビルスーツを失いました。ちょ、 B 削られてますけど、 A も行った方がいいわな、これ。やばいやばい、ちょっと巻き返されてる。発よ、マジクソ強くね、これ。ああ、めっちゃいる、バブルゼーターで、6分、ちょっとダブルゼーター6分間戦います。6分ダブルゼーター、出過ぎじゃないこれ、前に冷静だった、実に冷静だった。ちょっと、大丈夫かこれ、格闘一本でな、ガウンできるか。あー、大丈夫、ビビるな、爆風にビビるな、爆風怖くない、全然怖くない、聞かない、俺聞かない、爆風聞かない、ノーダメ、あー、ちょっと爆風怖くないよ、怖くない、見える、見えてる、ちょっとゲロビ当てんの下手くない？なんか前から思ってたんだけど、これゲロビ当てるコツってないの？これちょっとピコッ、ゲロビ当てるコツを教えてほしいんだけど、全然当たらない、なんか角度が悪い。はい、あ、もうコツつかんだわ、もういいわ、ごめん、あの、もういいわ、コツつかんだ、俺調子乗んなよ、セズリー。
サザビーなんかやたら強くなったらしいですけれども、まあ所詮強化型ダブルゼータの劣化版なんでね。あれはゲロビ持ってて、所詮あいつは強化型ダブルゼータには劣る。ラウ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 ラ、頼むやってくれよ。いやっ、ちょっと、ちょっと兄弟、いやこれちょっとあれだ、あれか、ちょっと下行った方がいいか。弾がないな、弾がないな、戻るよ。ロックオンしよるやつ誰よ。おおお、核いった、核いった、核いった。 JJJJJDJ よし、その格ダブルゼータをなめるなよ。立て構えようね、立て構えよう。ちょっとオーバーヒーした、オーバーヒーした。それはそれは想定外。よしで、今下に核が持ってかれたことによってちょっとビビりがち、あのビビりがちなんで、あの上ちょっとゲロビの当て方教えてくれんちょ、本当に。で、そこの角、そこの角にこのダウンポイントめっちゃ風、ちょっとポツいくわ、もういい、もういい。あー、ダメ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 、あー、やめてよ。まだ6分経ってない、6分、どっから6分、どこからの6分。処理して処理、ありがとう、ありがとうございます。させねえよ。昨日バチボコにね、ケンプファーにやられたから、もうケンプファー対策、もう一回やられたこと、同じことやられることは僕ないんで、基本的に基本的に同じことやられるようなヘマだけはしない。なんとか、なんとか間つないだわ。けどさすがにな、この320コスの、320コスだっけこれ、あ、320コスのこの いかにね強くなったとはいえ、こいつで拠点突行くのは良くないな。拠点、あの戦略兵器ね、戦略兵器持っていくの、それはさすがに、さすがに俺5年やってるから、それがどんなにいけないことかは分かる。ちょっと出たらこれか。いいわ、挑発には乗らん、挑発には乗らん、今日は挑発には乗ってやらんことにした。停止してください。コンテナ集めてんちゃうぞ、コンテナ集めてんちゃうぞ。大丈夫、これやられても百式が出れる。そう、ここを踏むことも大事。え、これ今踏む必要ないんじゃね。これ今戦略兵器いってるってことは、逆にこっちサイドの防御が薄くなるという
ことでスーッと入っていい高さに落ちて、なんでよこいつらっす。俺なんか恨みあんのか俺に。しかしエテをやってしまったこと、それがお前の最大のミス。なぜならポンゲが A の防衛に湧いてしまうからである。ポンゲがなぜならポンゲが Y の防衛に湧いてしまうからである。最大のミスだな、それは。今日一の戦犯だ、今日一の。敵を可能な限り排除するのは私の。ボーッシュ直撃じゃない、これ以上出てこないで。出撃する機体を選んでください。6336の、あ、大丈夫、もうこれでこいつで、あの、ボエ開け。ボエボエボエ、リロードして。え、まくってない、大丈夫、まくられてない、まくられてない、まくギリ、まくギリス、まくギリス。なんなんこのやつ、この光の護風剣のごとく。うわー、まくられてますがなー、まくられてますがな。A バチボコ、 A がバチボコだ。ああ、あだだだ。我が軍の敗北です、撤退してください。まあまあ、けどそれなりに頑張った方ではないでしょうか、今回は。ちゃんと拠点も殴りましたし、拠点殴りましたし、20キル以上してるし。あ、けど優秀ですね、その退出者が一人もいないというのは非常に良いこと、素晴らしいことですね、素晴らしい。ちょ、なんなん、どういうこと、最後めっちゃ叩かれたけど、あー、もうこの、あーあー、なるほどね。最後のその何、団結力、団結力ですね、これは。やっぱちょっと 最初核決まったりで、突で殴り勝ったりで、その浮き足だったところを、ジオンが一気に、何これ、はい、そこ、つけ込まれましたね、完全に。やっぱりそこを、連邦のみんなのそういった姿勢を制御できなかった僕の責任でもありますね、この戦場は。以後気をつけることにします。はい、てなわけで今回はこの、ショットガン4機デッキで、統合整備計画で強化されたショットガン4機で、出撃したよでした。
あのこいつは強いですね。やっぱりあの皆さん忘れがちですけど、ガンダムマーク 2T、忘れがちの機体、みんなも使おうね。はい、バイバイ。